そうじゃねえよ。あいつがしたことは確かに許されねえし、お前の気持ちは十分わかってるつもりだ。でも、10年前からあいつはドレファスに乗り移ったフラウドリンに操られていた。どうしようもなかったはずだ。操られていたら何をしても罪にはならないわけ。っていうか、フラウドリンって誰？実界の一人だ。実界ね。他には確かガランとモンスピートだっけ。3000年も前に封印されていた実界のことになんでそんなに詳しいのかな。何がいて、キング。団長も同じ魔人族なんだよね。ねえ、メリオダス、君は本当に味方なのか。